古国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモラノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よよく聞け、腕に覚えのものあらば入れよ。なだ12だ。我こそは足立晴信、かの足立義信が五代の末裔なり。信せねばなるまいぞ。御下人を、志村殿。おのおの敵将を逃してなるものか。者ども続け。もう子供の新手だ、切り捨て。うかん。さらに延兵が来るぞ。
我らのみ残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。いたぞ、あれが敵将。確保はできています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ、そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う侍よ、我に下るか。